こんにちは。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は町田にあります鶴川大教会の三浦俊夫と申します。今日は3月27日、神の方法に完全に従われるイエスと題して、マタイの福音書26章47から56節を共に味わいましょう。マタイの福音書26章47節から56節。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、12人の一人のユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生、こんばんはと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、あなたがしようとしていることをしなさいと言われた。その時人々は近寄り、イエスに手をかけて捕らえた。するとイエスと一緒にいた者たちの一人が、見よ、手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか。しかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょう。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかしこのすべてのことが起こったのは預言者たちの書が成就するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。今日イエスは捕らえられますね。イエスがまだ話しているうちに、12人の一人、イスカリオテのユダです。祭司長たちや民の長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。おそらくですね、ローマ兵も一緒であったんじゃないかと言われていますね。で、イスカリオテのユダは、ここにはイエスを裏切ろうとしていた者はと書かれています。彼らと合図を決め、ね、口づけをする、それがその人だよという約束をして、合図を決めてここへ来ました。その通りに彼はすぐにイエスに近づき、先生こんばんはと言って口づけした、ね、イエスは彼に、友よ、あなたがしようとしていることをしなさい、しようとしていることをしろという、ここはですね、別の訳があります。で、原文を読むとそっちが近いかなと思うんですけれども、友よ、何をしに来たのかという文です。あなたは何をしに来たのか。この言葉はですね、ユダに対してまだ立ち返るチャンス、それがあると言ってるんじゃないかなと思うんですね。けれどもユダはイエス様に合図、これが合図だぞと分かるように接吻をしました。
そして人々が近寄ってイエスに手をかけ捕らえた、ね、まあその後の逸話がここに書かれていますね。イエスと一緒にいた者たちの一人が身を手を伸ばして剣を抜き大祭司のしもべに切りかかりその耳を切り落とした。これはペテロじゃないかというふうに言われていますけれども、それに対してもイエス様は剣を収めなさい、暴力に暴力で向かってはいけないと言います。イエス様はここでこういうことをおっしゃったんですね。53節それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか、ね、えイエス様父の軍団それに頼めば今ここに置かれている状況そんなものはねもうどうにでもなる、そうイエスは言ったんですね。で本当にそれができるそのことをお前たちは知らないんだなということですね。けれどもイエスはしかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょう。もし私がここで助けを呼んで神が私を助けてしまったら神の計画そして預言者によって語られあらかじめ語られていた神様の救いの計画が成就しないでしょうと言われたんですね。ね、私たち人間から見ればですね、イエス様これだったらもう本当にこう彼らに対してですね父に救ってもらえばいいのに、十字架上でもそうでしたね。周りから言います、父に救ってもらえと言いましたね。けれどもそれではここに書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょうと言われたイエス様が本当に自分がどういう使命を持ってきたのかそこに立っておられることがよくわかります。私たちはイザヤ書の53章を知っていますね。苦難のしもべの使命をイエス様は負っておられました。そのことによって私たちが本当に罪からあがなわれ癒されていくその使命を自分は持っているというその覚悟がここにあります。そしてイエス様はこう言われたんです。群衆に言われた、まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか、ね、これ強盗にでも向かうように、彼らは昼に捕らえに来ることができなかったんです。それはなぜかというとイエスの語られた言葉や行いその言動に対して罪を見出せないんですよ。だから彼らは闇の中に捕らえに来た、ね、そしてあたかも強盗を捕らえるかのようなふりをしながら来たわけです。それに対してイエス様は、私は毎日宮で座って教えていたのにあなた方は私を捕らえませんでした、ね、そういう状況の中でイエスは自分の身を彼らに託していかれた。本当にこう人間の罪の行動その計画その計画の中で神様の計画が進んでいく、本当にこのことを思いますね。神様は不思議な御業だと思います。人間が自分たちのことを考え、そして本当に与えられたメシアをメシアと確認することもできずに十字架につけていく、その人間のしていることの中を神様の計画が進められていきます。私たちには本当に神様の深い知恵を思いますね。それは言い換えると神様の深い大きな愛の行為だと思います。さて、すべてのことが起こったのは預言者たちの書が成就するためです、ね、そう言われた時に弟子たちがゼカリア書の13章の言葉のようにイエスを見捨てて逃げ去っていきました。羊が散らされていった、ね、本当に御言葉がイエス様を通して
確実に成就していく、その一つ一つのプロセスをしっかりと神様は追っていかれた。すごいことですね。そして先ほども申し上げたように、人間のしていること、そのことの中に神様の救いの御業が進んでいく。これ本当に私たちは神様は素晴らしい方だ、そう言いたいんですよね。全能の神という言い方があります。神は何でもおできになる。それはね、私たちの願い事を叶えることができるという意味ではなくて、本当の意味で私たちを祝福に置く、私たちを一人一人をあがない出し癒し、イザヤ書の53章でね、私たちを愛し、そして本当に自分の身を捨てられた、そのことによって私たちが癒されたと書かれています。そのイエス様が追ってくださった苦難のしもべ、その使命をですね、このように果たしてくださった。それによって私たちは今あがなわれたものとなりました。イエス様のあの苦しみの実りとなった一人一人です。心から感謝しましょう。あなたはイエス様、神様がお立てになった苦難のしもべの苦しみの実りとして生活をしていらっしゃるでしょうか。イザヤ書の53章に苦難のしもべについて予言されていますね。イエス様はその苦難のしもべとして来てくださいました。私たちの罪、咎、病、それを負って苦しみを受けられたんですね。でそれによって私たちは癒され、主の愛を受けるものとされました。このイザヤ書にね、こう書いてあるんです。それによって主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる、そう書いてあって、そしてまた彼は苦しみの実りを見、それを知って満足すると書かれています。今日イエス様がご自分を渡されていく、そのことの中にですね、本当に苦難のしもべとして私たちの救いを成就してくださる姿があります。私たちはこのイエス様の見苦しみによって癒され、そして神様の子供とされました。これは実りです。イエス様の戦利品と書かれています。私たちはそのようなものとして毎日を生活したいんですね。神様の愛が今私たちを満たしています。その愛によってイエス様の実りにふさわしく毎日を生活していきたいと思います。お祈りしましょう。私たちの愛する天の父なる神様、あなたは予言の通りに御子を送り、そしてイエス様は苦難のしもべの道を歩んでくださいました。そのしもべによって私たちは癒され、本当にあなたの苦しみの実りとなりました。どうか私たちが日々の生活の中であなたの愛を受ける一人一人となったことを、もう一度イエス様の姿を思い起こしながら、あの十字架と結ばれ、そしてまた復活の命と結ばれていることを胸に刻んで生活することができるように、どうか私たち一人一人のうちに注がれたイエス様の愛が私たちを作り、そして神様の子供としてイエス様のような一人一人となっていくことができるように導かれたいと願います。どうか御神様、私たちのうちに共にいてくださり、御霊が私たち一人一人を導き、そしてその苦しみの実りにふさわしく癒された子供として歩むことができるように導いてください。私たちの愛してやまない主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。